さあということで、はい、ここは沼の沢駅なんですが、はい、この駅にまさにくっついてますよね、はい、一体化してますよね、はい、創業から30年が経つレストラン大山、 JR の民営化の翌年に駅舎に併設する形で創業、鉄道ファンが全国から集まる店だ。今日はどちらからいらっしゃったんですか？僕は東京都から来ました、はい、乗りに来ました。乗りに、はい、あとここのご飯を食べに来ました、はい、東京都出身なんで、うん、雪の中を走る電車っていうのが珍しいものなんで、うん、まあ、ちょっとそれを、写真に収めたくて記録したくて、うん、はい、やってきました。どちらからいらっしゃる？あ、群馬です。あのお二方ご関係は？あ、昨日一緒に沿線で知り合って行動を共にしてます、去年から来てるんですけれども、まあ、2、3ヶ月おきに来てまして、うん、で廃線になるんでその前に写真撮って収めておこうと思って、うん、この後も何度かいらっしゃるんですか？はい、一応最終列車に乗ろうと思って今計画立てています。そんな2人がおすすめというメニューを。おー、来た、すごい。お待たせいたしました。なんという立派なエビフライだ。すごいですね、はい、お、ありがとうございます。美味しそう。長芋が上にかかってるんだ。すごいですね、これ。このエビ、頼んだのはエビフライカレーと夕張さんの長芋ハンバーグセット。いただきます。プリップリです。あ、うん、あ、そう、チンすればよかったかな。いや、これも美味しい。一本あげます。ありがとうございます。これ美味しいですよ。でも、うん、店では700円以上の食事をすると鉄道ファンに嬉しいサービスも。こちらですね、 JR カードになってまして、こちらがあの4駅入ってるんですよね、4つの駅が。夕張市内を走る列車が風景とともに収まったカード。鉄道ファンに支えられた店。廃線は死活問題。店は JR との賃貸契約のため廃線後にどうなるか不安も。土地からその線が全くなくなるっていう、つまりは地図から消えちゃうってこと。赤字の線を切るっていうのは生き残りかもしれないけど、それじゃああまりにも切なすぎる。さあ JR ですけども、やはり鉄道事業をどう再建していくかっていうのがこれからになると思うんですが、そうですね、全国各地でもいろんな取り組みをやっぱりされてるんですよね、はい、そうですね、はい、これ JR 東日本なんですけれども、リゾート白神ブナという、そうですね、なかなかおしゃれな列車ですね、そうですね、があったりですとか、これは厳美新幹線、はい、これ上越新幹線でしたっけね。JR 北海道も今年、豪華観光列車として知られるロイヤルエクスプレスを JR 東日本や東急電鉄などと共同運行を発表。トロッコ風ディーゼルカービューコースター風っ子も借り入れて宗谷本線での運行も計画する。一方、より一層の経費削減も迫られている。1期生で入社をいたしました。日々本当にお客様がお優しい方が多かったものですから、いろいろ助けられたこともございまして、それで22年間続けられたのかと思います。先月末、特急列車の車内販売を終了した。唯一残っていた特急スーパー北斗。すごい残念、寂しくて大変。売り切れてないかもしれないからお弁当持ってきました。これよくテレビで見ました、私。西武の旅するレストラン、ね、レストラン列車、はい、こういった食を提供するのは北海道でも何かできそうな気もしちゃいますけど ね、はい、これだけで大きく業績が回復するっていうわけでは多分なくって、 JR 北海道とするとですね、2030年の北海道新幹線の札幌延伸で、札幌駅周辺 その不動産開発等が進む、はい、でそれによって、まあ、その先ほどお話したように、鉄道事業そのものが大きく黒字になることはないんだけれども、他の事業の業績が良くなることで北海道、JR 北海道全体で、まあ、業績が上がっていくっていうようなことをおそらくは、まあ、目指してこれから頑張っていこう、うまくですね、どの
エリアで観光列車を走らせて、うん、でどれぐらい の, あの時間でお客さんを楽しませるのかっていうそういう企画コンセプトの部分も、うん、こういう観光列車を走らせる上では重要なところだと思うんですね。なるほど。さあ先生、夕張駅に着きました。到着しました。今日は満席でしたし、うん、そうですね、にぎわっていましたけれども、そうですね、決してこれは日常ではなかったからこそ、はい、今回廃線になったわけですよね。その通りです。どうにかしてこう利用促進を図るのか、うん、ただ残すように何か努力ができるのか、うん、どうしたらいいんでしょうかね。うん、これ難しい問題ですよね。それは沿線の住人の人たちにとっては残してほしいって気持ちがある一方で、うん、やはり現実を考えるとものすごく大きな赤字を出すわけですね、はい、で鉄道っていうのは維持するのにものすごくコストがかかりますので、うん、その少ない利用客のために民間企業が鉄道を維持するっていうのはやはりややナンセンスな気がするんですね。でそもそもの、まあ、国 の, その施策っていうんでしょうかね、その経営安定化基金を持参金代わりにつけてそれを元にして赤字を埋めなさいという大きなスキームがですね、今やもう全く機能していない以上、何らかの形で国の支援をすると同時にやはり民間企業である JR 北海道があの自助努力をしていくっていうこと、この2つが重要なんだと思うんですね。うん、南清水沢駅ではバス転換のお話、うん、はい、具体的にありましたが、はい、そうした形でこう地域に合った交通体系を作るっていうのがこれからはやっぱり必要になるんですかね。そうですね。だとは北海道っていうのは観光資源が豊富なので、あの観光列車の話も今よくメディアで取り上げられていますけれども、そういったようなことっていうのも一つの、まあ、JR 北海道の経営をですね少しでも良くするための方向性なんだろうとは思います。ありがとうございました。